はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ヤマースです。はい、今回はですね、液体モードの専用コスチュームですね、非売品のジョブコスチュームを持ち込む方法を紹介していきたいと思います。いろいろ種類もあってかっこいいものもありますので、ぜひ持ち込んでコスチュームに使ってみてください。でまずはですね、アクティビティを用意しなきゃならないので、まあ、その部分から順を追って説明していきたいと思います。またコスチュームだけじゃなくて、付属でついているアクセサリー系も一緒に持ち込めたりするんで、よかったらやってみてください。はい、じゃあまずはプレイリストをプレイしたっていうアクティビティを作りたいので、まずは自分のメニューからプレイリストを開いて、ない方はこの作成というところを選んでください。その中にレースを追加っていうのがありますんで、この中にあるレースの犯罪記録っていうレースを選んでもらって、それだけ単品でプレイリストを一度作ります。で、作ったものがマイプレイリストっていうところに出てくるので、それをまず開始してプレイしますね。まあ、ここはただぐるっと刑務所の周り回るだけなんで、ラップ数1にして1周ぐるっと回ればもうそれでジョブ完了なので一番楽かなと思います。でこの作業を済ませれば、自分のこの PS メニューのプロフィールのところですね、ここの一番下のところに最近のアクティビティっていうのがあるんですけど、ここを開いてずっと見ていくと、このちょっと読み方わかんないですけど、この表記のアクティビティが出てくるはずなんで、この画面ですね、あと丸1回押せばそのアクティビティに参加するっていう形にして、 PS メニューを2回押してゲーム画面に戻ってきてください。これ重要です。はい、でそこまでできたら、このまま自分の目当てのコスチュームを着てるジョブですね、それをスタートするんですけど、今回は暁の奇襲でやってみます。まあ、このままフレンドさんを呼んで敵対モードをスタートしてください。で、まあ終わらせる形ですね。ちょっと中にはめんどくさいものもあるんですが、そこは協力し合って、まあ、ジョブを終わらせてください。ちなみに暁の奇襲で手に入るコスチュームっていうのは、今ちょっと早送りで見づらいですけど、敵対からの迷彩ジョガーですね。それと真っ黒いフライトスーツのトップと、あとは敵対迷彩の非売品のマスクですね。これが手に入ります。はい、ジョブが終わりました。そしたらリザルト画面の後に投票画面が出てきますので、その画面でお手伝いしてもらってるフレンドさんにはリプレイを選んでもらってください。でコスチューム持ち込みたい、まあ、自分ですねは何もさずに、このまま右下の続行中のカウントダウンタイマーが0になるまで待機します。で0になった瞬間から PS メニューダブルタップして、先ほど取得したこの画面で丸で、ゲーム画面に戻ったらまたダブルタップしてこの画面で丸っていうのを、このままセッションに降りるまでずっと繰り返します。何回も何回もやってください。でうまくいくと、このままリプレイにならずに、さっきの敵対のコスチュームを着た状態でセッションに降りて、そのまま体が透明になってフリーズします。成功するとこんな感じですね。どんどんどんと降りてきたらこんな感じで固まります。でこの警告出るんで、警告は×でキャンセルしてください。そしたらオンラインのメニュー開いて、犯罪事業スターターパックに移動します。でこの下スライドしていくと、車乗り物っていうところあるんで、そこで乗り物選んでもらって、購入画面まで進んでください。はい、買わずに×三角って押すと、こういう風にコスチュームを着た状態でゲーム画面に戻ってきます。そしたらアクションメニューを開いて、スタイルからパラシュートをオンにしてください。
はい、これパラシュートにしておくことで、あのついてるマスクとかを壊さないでそのままセッションに持ち込むことができます。パラシュートつけたら一度クリエイターに移動します。あとはクリエイターから招待限定セッションに飛ぶだけですね。はい、このようにセッションに持ち込みました。あとは服屋さんに行って保存しましょう。で、この後まあいくつかこのジョブやるとこういうのが取れるよっていうのを紹介しますので、まあ、欲しいものがその中にあればそのジョブやっていただければ同じやり方でコスチュームが保存できますので参考にしてみてください。はい、まずはポイントコレクターですね。これがジョガーとカラヘルが取れるジョブになっています。はい、次が一進一退。これがカラーキャップと、フットボールジャージ。これが染料、CEO アーマーとジョガーの組み合わせですね。デッドラインのヘルメットもついてます。これはパワーマット。これが、敵対の迷彩ジョガーとカラーアーミーキャップ。あと敵対サングラスも取れます、これだと。なかなかいいです。はい、次トラップドア。これが敵対フライトスーツトークの敵対フライトヘルメットかな。と、敵対フライトズボン。で、ランニングバッグ。これが特殊な緑と黄色のレーシングスーツが取れます。はい。こんな感じで、まあ、いろんな敵対専用の非売品コスチュームが取れたりしますので、よかったらこのブリッジやってみてください。まあ、紹介しなかった中にも、まだ専用のコスチュームあると思いますので、まあ、自分たちで探してみて気に入ったものあればこの方法で持ち込んでみるといいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価お願いいたします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。